僕についてくるのです。僕についてくれば楽勝安心なのですよ。アン、え、私戦うの？なんで？どうして？はわー、夏美、これはとても大切な話なのです。あなたに定められた運命と言っても過言ではないのです。アン、運命？そんな大切な話だったら何もこんなところでしなくても。心配には及ばないのです。ここはお社様のお膝元、うってつけの場所なのです。そうなの？それで何の話？夏美は新お社様の巫女として世界平和のためにこれから苦難を乗り越えなければならないのです。そしてそのために優勝商品の鏡を勝ち取らなければならないのですよ。あんあん。またそんな話？前もそんな話で騙されたし、嫌な予感。違いますのです。今度こそ本当なのです。世界平和のために夏美は戦わなければならないのです。ほら、ちょうど平和を乱す悪人がやってきましたのですよ。なんだいなんだいなんだい、私ら悪人呼ばわりしたのはどこのどいつだい。嘘じゃなくても聞き捨てなりませんね、お嬢さん方。うーん、なんていうタイムリーな。夏美、さあ一緒にやっつけてしまうのです。うわー、なんでこうなるのよ。
知りませんか？あー、鏡を知りませんか？あー、誰か返事してくださいなのですよ。カミューちゃん、なんだかとっても泥臭いっていうか効率の悪い探し方に思えるんだけどよ。心配ないのです。きっと誰かが食いつくのです。おっと、羽生に夏美ちゃん見つけたよ。鏡を探してる連中がいるって聞いて来てみたんだけど、やっぱり二人の仕業か。それにしても母さんたちを倒すとはやるね。でもおじさんたちには勝てないよ。そうそう、お姉は恋愛成就のかかってるとめちゃ強いですからね。あんただって似たようなもんでしょ。お姉と一緒にしないでください。なんだって？なんですか？あー、早速仲間割れなのです。まさに飛んで火にいる夏の虫。見ましたか、夏美。あんな私欲まみれの人たちに鏡が渡ってしまったら世界が危機に陥ってしまうのですよ。世界の危機っていう割になんかスケール小さいわ。
鏡を持っている人を知りませんか？あるいは知っている人いませんか？あん！おはははは！羽生さん、夏美さん、お待ちしておりましたよ。鏡は私たちが頂戴いたしますわ。待ってたよ、二人とも。残念だけど、そういうことなんだ。サトシ君、なんでこんなところに？ああ、あのサトシこそ鏡の力がなせるものなのです。あれが鏡の力？じゃあ魔法の鏡ってのは本当だったの？何をおっしゃるの、羽生さん。ニーニーはニーニーですわ。残念ながらサトコ、そのサトシは偽物なのです。え、そうなの？僕は偽物なの？いいえ、本物でございましたよ。ニーニーは本物である証拠に、一緒にあの人たちを叩き潰してやりましょう。よろしくお願いします。だからってそんなに息巻かなくてもいいのですよ。
何を言ってるんだよ、羽生ちゃん。世界を脅かす悪を成敗するためには気合を入れていかなきゃダメじゃない。なんだか夏美が悪酔いした人みたいになってきて手に負えなくなってきたのです。ああ、どうもこんにちは。あなたたちも世界メイド化計画に参加される夢と希望に満ちた方々ですか？いいえ、何も言わなくても結構です。私はあなたたちにも誓いましょう。全てのメイドを平等に愛し、幸せを共に分かち合わんこと。ちょっと入江先生、何をおっしゃってるんですか？ご心配なく、千恵先生。私は世界中のメイドの幸せを守るため、鏡を手に入れるよう宿命づけられたものなのですから。うわぁ、一体何があったのです、入江の身に。身の危険を感じるのです。本当だよ、凶悪な何か恐ろしい悪をビリビリ感じる。よし、やってしまえ。よろしくお願いします。これはどうか。それくらいではやあ、羽生ちゃん、夏美ちゃん、君たちも鏡を探しているんだって？あなたたちも参戦とはね、ますます面白くなってきそう。おお、富立に高野ですか。夏美、気をつけるのです。みたいだね。特に女の人の方すごく危険な感じ。あの高野は欲の権化なのですよ。特に注意するのです。はんはん。まあ、人のこと化け物みたいに言っ
って許せないわ。見てなさいよ。ねえ、次郎さん、聞いて。例の鏡のことなんだけど、実はね。ごめんごめん、ごめん。そんな力があるのかい？いけないな、羽生ちゃん。子供にはまだ早い。それは大人に任せなさい。やっぱり鏡が狙いだったのです。欲にまみれた人間は放ってはおけないのですよ。世界を脅かす悪を成敗。仕置きだけど、いいのね。そんな脅し、怖くないのですよ。みー、レナ、こっちに来てください。レナの大好きな、かわいい獲物がこっちにいるのですよ。
ますよ。はあ、かわいい。羽生と夏美なのです。今日のご褒美なのです。お持ち帰り許可しますですよ。はあ、いいの？いいの？もちろんなのです。レナ、リミッター解除なのです。二人ともお持ち帰り。今夜はいっぱい、はぁー、ほずりすりすりするんだよ。はぁー、レナをたきつけるとは。何？何なの？あの不気味なオーラは。レナの可愛いモードは要注意なのです。夏美、油断しないように。誰が来ようがへっちゃらよ。悪の張本人たちめ、天に代わって私が成敗。よろしくお願いします。思い出しよ。実現するんだよね、世界平和。うん。
もちろんなのです。世界平和を実現しますですよ。でもその前に。その前に何やわやのおせんべいを1年分に、それから工事の角屋のシュークリームを2年分に。おせんべいだとかシュークリームだとか、そんなしょぼいこと言っていないで。ちょっと何ブツブツ言ってるの、羽生ちゃん。そうなのです。ホテル赤坂の喫茶室を丸ごと借り切って、超一流ケーキやお菓子3枚。これは豪勢なのです。あうあう。世界平和を願うんだよね。もちろんなのです。あとでね。あとって一体どういうこと。願い事がたくさんありすぎて、もう笑いが止まらないのですよ。